岸田政権は異次元の少子化対策で保育サービスの改革を目指しています。保育の現場ではすでに民間の IT 技術による変化が起きています。<noise> 横浜市に住む岡田春奈さんは2歳のレイくんと1歳の青くんを連れて東京都内の駅に向かいます。レイくん、じめまして。 託児所のスタッフに息子2人を預けます。実は予約をしたのは前日の夕方。子どもを預けたい親と受け入れられる託児所をマッチングさせるサービス、アスイクを使いました。それまでは託児所一つ一つに電話やメールをして予約していた岡田さん。自分で操作してあの、自分で好きなところ選べるし、すごく便利ですね。 アスイクは LINE を通じて使える無料サービスで、預けたい日や時間、地域などを指定すると候補となる託児所が表示され、予約や保育料の決済がその場でできます。サービス運営会社社長、西野脇恵子さんは、開発のきっかけが自らの子育て体験だったと話します。子供がどんなに可愛くても、やり自分の時間を持つっていうこと それによって子どもにもちょっと優しく接したり、こう向けられる笑顔が増えるっていうことをまあ自分で体験しました。大手出版社の編集者だった当時、託児所を探してあちこちに電話していました。っしたもっと簡単に保育先を見つける方法はないのか。ないんだったらやっぱり作った方が絶対いいんじゃないかって思いました。斎野脇さんは出版社を辞め、会社を立ち上げました。 アスイクは保育サービスの賞も受賞し、利用者は増加中です IT 技術が保育の現場を変えています